長浜市五村にて、滋賀県道263号町や虎姫、長浜線は、滋賀県長浜市小谷定屋町を起点に、同市十里に至る 7.9km の一般県道。姉川に架か,かる大井橋が2017年9月に自動車通行禁止となったため、起点から終点まで連続して通行できるのは、バイパスのみとなった。小谷城スマートインターチェンジの上り線で入り口。 2017年8月8日未明、台風5号の影響による大雨で、姉川が長浜市大井町付近で氾濫し、一時住民約550人が避難する事態となり床上浸水1個床下浸水15個の被害が出た。氾濫箇所は県道263号の大井橋を通すために、堤防を一部切り取っている切り通しで、増水時には拡材で閉鎖する立候だった。 1993年、現場の下流約100メートルに新大井橋ができたが、生活道路として大井橋と霧通しは残されていた。9月16日に霧通しは氾濫の恐れが、ないように県によって封鎖された。2018年夏頃までに堤防をつなぎ完全に閉鎖される。大井橋は自動車通行禁止となった。歩行者、自転車は迂回路を経由して通行できるが、 大井橋は将来廃止される予定である。ありがとうございます。